わかりました。で、リリスはどうする？え、五条院がリリスもぜひ一緒にと言っていたぞ。当然お前も仮装するだろ。え、なんだ、嫌なのか？いや、というか、坊ちゃまったら、そんなに私の仮装した姿が見たいのですか？ああ、見たい！すっごく見たい！絶対可愛いし、どんな仮装でも似合うと思うぞ！僕はリリスとハロウィンの思い出を作りたい。坊ちゃま、わかりました。私も一緒に仮装しますね。やったー！何になるんだ？やっぱり魔女か？そのままでも十分魔女だけど。そうですね。